皆さん、こんにちは。三葉です。中学入試問題算数に特化していつも解説しております。今日はこのような問題です。三角形 ABC は AB イコール AC イコール6センチの直角二等辺三角形です。BD イコール D イコール EC とします。色をつけた部分の面積を求めなさいという問題です。それでは早速解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 これ非常に難しい問題ですが今日は2通りの方法で解説していきたいと思いますどの解説も非常に思いつきにくい難しい解説になっておりますが2通り目はあっさりと解ける方法になりますので是非最後までご視聴くださいそれではまず1通り目からやっていきたいと思いますこれ直角二等辺三角形なので この面積から白い部分の面積を引けば求めることができます。なので、この白い部分、まあ、いわば台形ですよね。台形の部分の面積を求めるということになります。詳しい証明はちょっと省略しますけれども、例えばここにね、ちょえー、と垂直の線を引けば、えー、30、60、90、30、60、90となって、残り90度、90度ですから、ここの角度とここの角度等しくなりますよね。で えー、その等しい角度を求めて、その外角ですね、外角を取れば等しくなりますので、まあ、これとこれが平行と言えると,、えー、ということになりますので、まあ、台形と言っても、えー、いいでしょう。はい。で、ここの角度とこの角度、D と E の角度が等しいんですが、これ、150度になります。今みたいに平行使ってもいいんですけども、四角形の内角の和から60度を引いて2で割る。確実に角度出せますよね。 ままず出ししておきましょう角 D と。角 D と角 E ですね。角角 D と角 E の角度ははいいっぺんに書いてしまいましたけれどもこのようになります360度という四角形の内角の和から30度を2つ分引いて2で割るとはい、すると150度になりますねはい、じゃあこの台形の面積一体どのようにして求めるのかなんですけれどもこれ相当難しいです この同じ長さっていうのをうまく使わないといけないんですけれども同じ長さを使うときってどういう場面がありますか同じ長さっていうのはもちろんですけれども例えばですよ、線とか引けばこの三角形が二等辺三角形だと二等辺三角形を使うこともある他に他には何かというと同じ長さといえば合同の可能性があるんですよね ある長さとある長さが等しくて三角形ができた場合もちろんそれだけで合同とは言えませんけど合同の可能性があるから合同を疑ってほしい。で3つ目動かして同じ長さ同士くっつけるっていう発想になります。えー、たまに出てくるの私の動画でも何回も紹介してるんですけれども、えー、あるところを切ってあるところにペタッと貼り付けるみたいなね、えー、そういう考え方もあります。 で入手問題のほとんどはこの3つで解決するんですけれどもどうしても解決できない場合最後の方法がありまして同じ長さから正多角形を作る例えば正三角形を作ったりとかですね正方形を作ったり正五角形正六角形を作ったりっていう発想がありますこれねラングレーの問題って,言って私の動画でも紹介したんですけれどもその時には正三角形を作ると長さを利用して正三角形を作るという発想でした で実はこの問題もそれが必要になります同じ長さを使って正多角形を作るとでこれとこれとこれを全部利用して正多角形を作りますさあ何角形でしょうイメージ的にはこういう発想ですタタタタタタタンですでこの時に内角ちょっと見てくださいこれ150度ですよね150度で 正多角形といえば、これパッと出たらすごいんですけれども、これね結論からいくと正十二角形なんです。これなんでかというと外角が三十度ですよね。一つの外角が三十度。ここでピンときた方は素晴らしいです。外角の和っていうのは常に三百六十度ですので、三百六十割る三十で十二なので、これ正十二角形の一部だというふうに考えることができます。 ちょっとまとめままめす1つの内角が150度であれば外角は30度ですね。ここですでこの30度が集、ま、全部集まったら360度になるわけですから360度の中に30は12回存在するとつまり正十二角形の一部だというふうに考えられます。 はいどういう部分かというと、書きますね。はい、正十二角形を書きます。イメージは時計です。時計は十二等分されていますよね。あれを全部結んだら正十二角形になります。で、そのうちの、まあ、例えばここが点 B だとしたら、B、D、E、A、C で、ここの台形の部分になります。はい これとこれが同じだと思っておいてください。形が同じだと思って、はい。で、そうすると、何がいいこの面積、半径さえ分かれば出るんです。どういうことかというと、半径をしっかり取りに行くとこっからこれが半径で、こっからこれが半径になります。ちょっとダイヤモンドみたいな形になってます。はいその時のここの角度、何度でしょう ?30×3 で、これ90度ですよね。でするとこれ直 角二等辺三角形になりますつまりこの面積は半径が分かり次第出るということですじゃあこの全体のこのダイヤモンド五角形みたいな部分の面積出せるのかというとこれ出せるんですこのように線を引きますそうすると30度の二等辺三角形ってこれ面積出せるんです例えばですけど はい、このような図形があったとします。3 0度の二等辺三角形です。で、一辺の長さ、これねえー、10cm 10cm にしたいと思います。で、この時 10cm を底辺にした時の。はい、これ高さがわかればすぐ答えが出るんですけれども、この高さ結論から言うとこれすぐ5センチです、えー。なぜかというと、この三角形を見た時に3 0度6 0度9 0度の三角形になってます。 この三角形が出てきたときは60度を挟んで2対1になりますつまり10センチの半分で5センチになりますこの三角形は何かというと正三角形を半分にした図形になります正三角形はすべて60なので60、60、60ですよね割る2で30度が出てきますのではいこの三角形30、60、90が出てきたら辺の長さが2対1ですよね えこれ正三角形を半分にしたものですから222に対して半分に割って1ということですだから60度挟んで2対1になるのでここも10に対してイメージはこうですかねはい 10cm10cm10cm 10 10の半分でここ 5cm だよねとだから 10×5÷2 でえ面積が出せるというわけですはいというわけでこの3つの三角形の面積は出せるんです 30度の二等辺三角形3つ集まってできたものですからそして残りこの直角二等辺三角形を引けばこの台形の部分って出せますよねだからこれ補助線超難しいですけれどもこうはいこのような補助線いわばここを正方形を作りますはいその時にこの形を作っていきますこの形を作りたいのでこの頂点から全てに 引きますするとまあ半,径半,径半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 径なので全て 6cm6cm6cm ですよねはい角度もちょうど3等分されます3等分されるので 30°30° 度30度、はい、このようになりますはいというわけでここの面積を今度は求めていくんですが少し待ってくださいえこの問題に関してはここの面積というよりもせっかくこの補助線を引いたわけですからこの正方形の面積から この30度の二等辺三角形3つ引けば斜線部分の面積が求まると。はいということで1、えー、つ分、とりあえず出していきましょう。これ1つ分は6、はい高さこうです、ね、高さが2対1になるので高さ3る2分のけるそれが1、2、3つ分3つ分なので、はい、27平方センチメートル。これを正方形の6る6 はいということで 95cm わかるんですがもう少し踏み込んでいくとここの面積と実はこの斜線部分の面積は同じなんですここの面積は今何でしたかここの3つ分の面積は27でしたよねでここの面積求めてしまいます今全体これ全体が27に対して これ 6×6×2 分の1ですからこれが18なんですよねするとで9になりますつまり何が言いたいかというとこの上の台形の面積と下の直角二等辺三角形の面積比が1対2になるんです対ちょうど1対2なんですだからこれが1に対してこれ全体が2になるといわばこれが2になるんです だから、2-1でここも同じでしょと。はい。だから、この問題一番シンプルに答えを出すと、6×6×2 分の1でここの面積を出しておいて、さらに割る2でえ結論的には終わります。はい。というわけで、いつでも2対1っていうのが分かるの。これ、知っておくと何がいいかというと、BC の長さが与えられたとき、かなり便利になります。BC の長さを与えられると、 与えられたとしてもこの面積出せますよね例えば BC が1 0ンチだったと1 0ンチだとき高さは5になるのでこの面積さえ出せればここはその半分で済むわけですから、えー、すぐにここの面積も求めることができるということですはい 2> <だ>次2通り目いきますさあちょっと今のもう補助線も使うんですけど2通り目むちゃくちゃ簡単になります2通り目、えー、補助線はここになります AE になります実は AE と BE に引きますはいすると何がいいかというとこの三角形をちょきちょきと切ってここにぺったんと貼り付けることできませんかさあ本当に貼り付くのかどうかなんですけれどもまあこれとこれがね合同であれば良いということになります。今ここの長さは 6cm ですよね。こここののの三角は右右からいきましょう右のここの長さは 6センチここはこの2、まあ、等辺三角形のまあ一辺とでも言っておきましょうかで次いきますで角度はここがこの三角形においてこれが75度ですから、えー、ここが15度になる6センチとこの2等辺三角形の下の方の部分ですねの長さに15度が挟まれているはい一方こっちはどうでしょう こっちのここの長さなんですけどこれね 6cm って分かるんですなぜかというとこの三角形見てくださいこの三角形は 6cm6cm60 度ですから 6cm6cm60 度の二等辺といえばこれ正三角形ですよね正三角形なのでこちら 6cm そしてここ15度なんですこの二等辺三角形のここが75度なので75度引く正三角形の60度で ここが15度になりここが、えー、この二等辺三角形の一辺の長さになるとつまり2辺とその間の間角が等しくなってる、まあ、合同条件もちょっと詳しく説明すると長くなるので、えー、簡単に説明しておくと辺と角度が辺が3つとも等しいのか辺2つと角度1つ まあ間の角になりますけど、間の角度が等しいのか、辺1つとまあその両端の角、角2つが等しければ合同ということになるんですけれども、今回はこれですね、2辺とその間の角が等しくなってると、6ンチと1辺の長さ、6ンチと1辺の長さ、15度15度なので、2辺とその間の角がそれぞれ等しくなるので、これとこれは合同であると。はい、すると、なので、この面積がこっちに移るわけですね。 さあ映ると何が良いかというとただの三角形になったわけですはいなのでこれが 6cm6cm の二等辺三角形そして長角の部分が9 0ここ6 0度と1 5度がありますのでここ1 5度ですよね、まあ、90から60引いたらよかったですね6 c m 6 c m 3 0度の先ほど言った二等辺三角形の面積を求めれば良いと。 いうことになりますので、えー、答え一発で六掛ける高さは三半分になりますね二対一なので高さ三掛ける二分の一で面積九平方センチメートルとはいというふうに求めることができますはいこれが二通り目のやり方でした非常に難しいってでしたよね非常に難しいってなんですがまあこのね形自体なかなか面白くて 実は斜線部分の面積とこの台形の部分の面積が同じって言ったんですけどこれどちらも、まあ、透析変形ですね透析変形するとどちらも角が30度の二等辺三角形になるんですよねこれもちょっと詳しくはちょっと説明しませんけれどもこの台形の部分を透析変形しても問題ありませんこの面積をこの面積をちょっと回転させて下まで持っていきます はい、すると残ったこの三角形なんですけどもここで切ってしまってこれこっちに移します移すとえ三頂角が30度のまた二等辺三角形が、えー、求められる面積に等積、えー、変形できると、はい、ということになりますまあだからこそさっき言った2対1が成り立っているわけなんですけどねこれ1つを1っておいたら123に対してこの台形の部分はこの30度ができるわけですから 3個分に対して台形の部分は1個分なので3-1でこれ2個分だよねとだからこそ2対1とはいこういうふうにも言えるわけです解説は以上になります非常に難しい1台でしたこれは実はサンスオリンピックとかでも使われてる問題なのでぜひ1回やってみて全然1回で解けたら本当にすごいですすごいんですけども1回これねやってしまえばまあ次発想出てくるんじゃないかなと思いますのでぜひ知っておいてください はい、本日は以上になります。このやり方が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントいただけると幸いです。また、オンライン家庭教師もやっておりますので、私の公式 LINE に入っていただければ、体験授業1回無料となりますので、ぜひ私の授業を体験してみてください。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。